忍ン、佐古頂上は中華人民共和国北京市の北東部、海獣区群と山中に位置する頂上。世界遺産、万里の頂上の訪問可能な地点のうち、北京市内部分の一つ、北京市支給文物保護単位に指定されている。忍ン、佐古頂上の歴史は、北西時代に遡る。北西は、北方騎馬民族を抑えるために当地に頂上を建造。 明朝成立後、主元将は、ジョトールを派遣し、巨洋関と古北口間に防御線を引いた。そしてこの北西の頂上後に新たに頂上建設、永楽二年に関が設けられ、ボデンサコ関と名付けられた。秋代末には関継テルラが守備するなど、首都防衛のため何度も強化が図られた。このように戦略的に重要なことから何度も修復され、 シノブデン、サコちょは、民の長城のうち状態が良いものの一つとなっている。また観光用のロープウェイが設置されており、ロープウェイから、シノブデン、サコちょの険しい地形と、雄大さが味わえる。北京地下鉄東直き駅近くの東、直き交通センターより高速バスで会中北、大外まで行き、そこから H、H23 そじ。 H 移送時などの郊外バス路線に乗り換えると、頂上に到着する。市街の北3環路、北4環路から軽小高速道路に乗り、北大寺手口より案内標識に従うと到着する。北京市文物局 HP。ありがとうございます。